入り醸造を使ってコーヒー2杯分のコーヒー豆の焙煎をしたいと思います。木豆はマンデリンスーパーグレードプロアドミールです。木豆を入り醸造に2杯分入れます。火をつけたら入り醸造の手元を指で熱さを確認します。触れないくらい熱さ熱いことが確認できたら焙煎をし始めます。パチパチと音がしてきました。豆の色も変わり始めています。パチパチという音が楽しくなったところで切ると思います。コーヒー豆をザルのザルにあけます。そして少し熱を冷まします。熱が冷めたところで、こちらのような缶の中にコ
ーヒー豆を入れて半日ほど置いておくと美味しいコーヒー豆となります。